渡辺裕樹は、岡山県岡山市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。小学校2年時から野球を始める。中学時代岡山市立福浜中学校野球部を途中で退部し、公式野球チーム、岡山ドラゴンズで投手を務めた。関西甲信学後、打撃に専念するため内野手に転校した。2年時春の、 第82回選抜高等学校野球大会では、初戦の高難校戦に三塁手として出場。チームは1から4で敗れたが、自身は相手投手の島袋洋進むから3安打を記録した。夏は岡山県予選3回戦で敗退。大会後、チームの首相となった。3年時は春夏連続で甲子園出場。春の 第83回選抜高等学校野球大会では、初戦で同大会の優勝校である東海大相模校に一の球で敗退。夏の岡山県予選決勝の根高学園校戦では、勝負を避けられ大会記録の6連続四死球を与えられたが、チームメイトの活躍で延長戦を制する。第93回全国高等学校野球選手権大会では、 初戦の九州国際大復高戦で、三好匠から、準決勝の日大三高戦で、吉永健太郎から本塁打を放つなど出場、全試合で安打を記録し、チームのベスト4進出に貢献した。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから3位指名を受け、契約金4000万円、年俸540万円で入団した。 背番号は44。2012年、春季キャンプで早急イップスに陥り、以後3年間ほど苦しむ。10月の宮崎フェニックスリーグ2012への参加期間中に未成年喫煙を行い、球団より横浜まで帰ることを命じられた。2015年、二軍監督の山下大輔の進言で外野手に転校すると、これまで苦しんだイップスを克服。 2軍で打率。208ではあったが、盗塁は失敗なしの9個を記録。また、シーズン後のフェニックスリーグでは3割以上打ってアピールした。2016年、春季キャンプから1軍に帯同し、オープン戦にも出場したが、開幕2軍スタートとなり、初の1軍出場は叶わなかった。2軍の最終戦では、最後の打席で本塁打を放ち、 サイレントトリートメントで祝福された。10月2日に球団から戦力外通告を受けた。11月5日、自身のフェイスブック上で現役引退を表明する。12月2日、自由契約公示された。2018年1月13日に開店したパーソナルトレーニングジム X ボディーラボの赤坂店の店長に就任。同年9月には、 スキビジ主催のトークライブが行われた。2019年秋からは、横浜市内で、スポーツバー、バー44を経営している。高校通算24本塁打の強打に加え、50メートル走6秒3、遠投115メートルと、身体能力が高い。相性は、鍋、鍋湯。現役時代は、チーム屈指の練習量で昼夜問わず励んでいた。 選手寮に隣接する室内練習場で深夜まで練習し、音がうるさいため、先輩から怒られることもあったという。2013年から2軍内野守備、総類コーチを務めた万永隆氏と御指定関係であり、毎日のように喪失で月切っりの指導を受けていた。渡辺がイップスに陥っていた時期に試合に出たくないと言っても、万久氏は大丈夫だ。 ミスしても起用したこっちの責任だから思い切りやって来いと勇気づけた。2015年に外野手に転校した際はここまで練習を付き合っていただいて本当にすみません。また明日から頑張りますと頭を下げると万久しからお前がその気持ちなら俺もすっきりした。俺の力で気持ちよく投げさせることができず申し訳なかったと言葉をかけられている。 渡辺が引退後の2019年、二軍監督に就任した万久氏が練習に身の入らない若手選手に対し、自分が昔見ていた渡辺祐樹という選手は、ものすごい練習していたぞ。あれだけ練習をしても一回も一軍に上がれなかった選手がいる。お前らはどれだけ練習しているんだ。コーチをもっと利用しろと伝えている。プロ入り後、早急イップスに陥った直後は、 恥ずかしさから野球が嫌いになり、試合にも出場したくなかったと引退後に語っている。現役時代に自主トレを共にした先輩の梶谷隆之とは信仰、部会。渡辺が現役を引退し、大量した日は二人で食事に行き、梶谷からお前が誰よりも練習しているのはみんな知ってる。本当によく頑張ったと号泣しながら、ねぎらいの言葉をかけられたという。ありがとうございます。